このビデオではブロック図形の仕組みや特徴について説明します。図面内でよく使われる図形要素を登録して利用する上での基本的な考え方が理解できます。図面内で繰り返しよく使われる形状があります。標準的な部品、部材や中期として配置される図記号などです。これらの図形を都度作成するのは大変効率が悪いですし、他の図面からコピーして貼り付けるにしてもその図面を探し出す手間がかかります。ブロック図形は複数のオブジェクトをまとめて一つの要素として扱えるように図面に登録したものです。必要に応じて図面に挿入、配置が行えます。もちろん他の図面内のブロックも挿入することができます。複数のオブジェクトをまとめてブロックとして図面に登録するとブロック定義が作成されます。このブロック定義は図面に保存されます。画像やスタイルと同様に図面内の定義領域に格納されます。この定義領域からブロック図形は現在の図面に参照されて挿入・配置されます。任意の位置に任意の傾き・尺度でそれぞれを配置することができます。また定義をもとに挿入・配置するので同じ定義からいくつブロックを参照してもデータの容量はブロック定義一つ分で済みます。そして元になっているブロック定義を編集することで図面内に配置されたブロック参照すべてにその変更が反映されます。図面編集がより簡単に行えます。ブロックを使用することで作図においてこれらのメリットを受けられます。必要なブロック定義を保存した DWG ファイルを準備してライブラリーを作成することで作図作業は大きく効率化されるでしょう。このビデオではブロック図形の仕組みや特徴について説明しました。